古神のサブアタッカーとしてのダメージはどのくらいなの？の巻。古神の技能実装を調べてみたら、サブアタッカーの役割もあるようです。では、どのくらいのダメージが出るのか、調べてみた動画になります。現在の戦闘時のステータスは、知力1256、土属性625です。安土城の鎧鍛冶さん、こんにちは。今宵もよろしくお願いします。まずは荒御霊です。ダメージが9000増加するはずです。次は将来です。土属性の術を放ち、物理術耐性を低下させます。ダメージは15418、2ターン分なので、割れば、7709、将来だけなら6418ですね。物理術耐性を 15% 下げています。さらに将来を打ちます。ダメージ7116、耐性なしから約 11% アップです。耐性は 30% まで下がっています。またまた将来を打ちます。ダメージ8421、耐性なしから約 31% アップです。耐性は 45% まで下がっています。また、またまた将来を打ちます。ダメージ9068、耐性なしから約 41% アップです。耐性は 50% まで下がっています。しつこく将来を打ちます。ダメージ9055、耐性なしから約 41% アップです。変わらないですね。ダメージの計算は、耐性を下げて、その後に土属性の術が当たるのかな？おまけで荒御霊です。ダメージが9000増加するはずです。この状態で将来を打ちます。ダメージ17804。これから9000を引けば8804。なんだか、ばらつきが大きいですね。消風はどうでしょう。ダメージ8818、気合ダメ1035。思っていたよりもいいですね。おまけで荒御霊です。ダメージが9000増加するはずです。この状態で、消風を打ちます。ダメージ16951、気合ダメ969。9000を引くと、ダメージ7951。こちらもばらつきが大きいですね。装備を外した戦闘時のステータスは、知力848、土属性555です。まずは荒御霊です。
次は将来です。ダメージは15320、さっきの15418から98下がりました。物理術耐性を 15% 下げた状態から将来を打ちます。ダメージ6988、さっきの7116から128下がりました。耐性 30% 下げた状態から、またまた将来を打ちます。ダメージ7885、さっきの8421から356下がりました。耐性を 45% まで下げた状態から、また、またまた将来を打ちます。ダメージ8652、さっきの9068から416下がりました。ステータスの出力、土属性を下げたら、ダメージが下がりました。ということは、サブアタするならば、装備で土属性を上げる必要があります。耐久、知力、魅力、土属性のバランスがわかりませんので、放置することにします。誤信でサブアタは、できそうですが、ボス戦で、そんな機会は少ないでしょうから。雑魚戦から試してみるのである。